愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。今週のテーマはですね、うまくいかない日の対処法というテーマでね、話していくわけなんですが、あの皆さん、今週の愛知、いつも以上に気持ちこもってますというのもですね、今撮影してるのが日付変わりまして1月31日、つまり投稿日と同じ日ですねの、今パソコンくんが0時50分を表示しております。でですね、前日の1月30ですよ、まあまだ寝る前なんで、もう今日って感じがしますけど、喋ってる本人は1月30日土曜日、まあうまくいけなかった。皆さん、これ共感していただけるかわからないんですけど、こう、まあ、生きてたらさ、たまにありません？もう何をしてもうまくいかないっていう、なんだ今日はみたいな日って、私、定期的に来るんですね、こういう日が。でそれがもう今日だったんですよ。今日っていうか、1月30日だったんですね。もうね、先にちょっと謝っとく、1月30日の、生放送自習室ね、来ていただいた方、もしなんか分かんない、どうだろう、うまく普通を装ってたかもでと思ってるけど、なんかあれ、なんかいつもと違えなみたいな雰囲気をもし感じさせてしまった方がいたら本当に申し訳ない。もう生放送始まる前もやべえなと思ってたの。今日もう一日この負の流れが来ちゃってて、あ、これで生放送やったら心配かけっかなとかさ。で俺そういう時うまく喋れなくなるんですよ。例えば皆さんのチャット、コメント欄見させてもらってて、それにこういろいろ反応していくじゃないですか。頭が回らなくなって言葉が出なくなるんですね。そのパターンになるかなとか思って、いろいろ喋ったんですけど、なんかでもね、こう噛み合ってないんですね、自分の中で。でしかもね、その何が、ちょっと話すわ、ちょっとね、土曜日まずスタートがさ、朝一で火傷したわけですよ、手を。ツイッターとかでもね言いましたけど、手を火傷しまして、でそれはいいんだわ、いいとして、でもその後もね、仕事にしてもなんかいろんなことがこううまく噛み合わなくて、もうなんだ今日はみたいなってなってたんです。そう、でも家の今ね、撮影部屋のちょっとこう改造、模様替えしてて、でどうしてもね、観葉植物が置きたかったので、それを近くの雑貨屋に行って買ってきたんですけど、そこでなんかこうちょっと一目惚れした、ガジュマルっていうね、あるんですけど、ガジュマルがあって、それを変えたことはいいことだった俺の中で。それぐらいよ昨日はでぐらいね、うまくいかんくて、でしかもさ、自習室のアーカイブね、公開してるんですけど、間違って消しちゃったんよ。しかも4日分、5日分ぐらいだから、多分今再生リストの あるんですけど、アーカイブの日付おかしくなってます、きっと。結構なんか飛び飛びになってたりとか、直近3日分から消しちゃったりとか、もうみたいなねっていうのがあったんですよ。で、皆さんもね、ちょっと話が戻ると、そこまでいかなくてもなんかうまくいかんみたいな時があって、それってさ、それをどう捉えるかによって、その後のモチベーションとかテンションって変わってくると思うんです。でかつての俺ね、昔の俺はそういうことになっていくと、もうダメだ、もうこれしばらくダメだ、もう俺の人生クソだみたいな風にネタじゃなくて本気で思ってた人なの。ちょっとうまくいかないと、もう無理みたいな、すぐ投げやりになっちゃうタイプの人間だったんですね。でなんか自分がいろんなことがあって、中学のいじめもあったけど、そういういろんな話があった中で、結局今思ってるね、今日今至ってるところは、そのさ、人生うまく生き続けるって絶対ないと思ってて、自分の中ではうまく生き続けてるなって思うことはできるかもしれない、人の性格とか思考によっては。でも俺はできない、それがね。じゃあうまくいかない時は来るとね、人生こういい時もあれば悪い時もあるって、こう波がね、こうサインカーブよ、サインコサインのね中学生伝わんないそう、波ね、波みたいな状態が起こるわけ。だったら下に来ることはあると、しゃあない、それは。だったら下にいる時間をどれだけ短く済ませるかっていうところが大事だよね、俺っていうふうにずっと思うようにしてるのね。だから自分がさ、よく51対49っていう数字を出すんですよ。
で、まあ、それも結構質問来るので、ちょっと改めてね、久々に話すと、自分は人生は 51% の幸せ、いいことと 49% の不幸せ、嫌なことでできてるって思ってる人間なの。だからいいことも悪いことも両方起きるし、比率的にはあんまり変わらないんよ、基本的に。でも大事なのは、いいことの方が嫌なことよりも絶対ちょっとだと、僅差だとしてもいいことの方が絶対多く起こるはずだって、起こるんだって思ってる。だから51対49なのね。で、昨日みたいにさ、うまくいかないとか、もう正直さ、もうちょっとへこんでたわけでも思ってる、いつも嫌なこととかうまくいかないことが起こった時に、もう反射的に思うのは、やべえって、もうこんだけ嫌なことが起きた、嫌なことでうまくいかなかった、俺この後どんだけいいこと起きちゃうんだろうって思ってる。これは、まあ、最初は言い聞かせてた、確かにちょっと無理やりだった。だけど今はもう本気で思ってるもん。もうワクワクする。俺どんないいこと起こっちゃうんだろうみたいな。そうって思うようにしてるのね。で、しかも俺すごい都合よく考えるようにしてて、この辺に関しては自己中なこと言うよ。これ不幸せが先、例えばじゃあ嫌なこと起こるやんか。それが幸せ、いいことが先に来てて、それのツケが回ってきたみたいな。いい帳尻で合わせるためにプラスがいっぱいいいことがあったから、今その分のマイナスが返ってきてるんだっていうのはなしなんです。俺の中でないの。絶対に50対49の49、嫌なことの方が先に来るっていう。そうだから、例えばみんながね、もし今幸せな時とかいいことが起こってるとするじゃん。それはこのあと嫌なことがその分起こるのかなとか、ない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 、ありえない。違うよ、前に起こってた、みんなが過去に起こってた嫌なことの分のプラスの幸せが今来てるんだっていう風になってる。俺だからそれがルールなんで。そうだから、その昨日みたいにね、うまくいかなかったりとか嫌なことが起こった時には、やべえって、そうどんだけいいこと起こっちゃうんだろうっていう風に思うようにしてる。で、これ思ってる時にもう一個大事なセットがあって、これを思うことと同時に、幸せとかのハードルをちゃんと下げ続ける。俺幸せのハードルを下げるっていうのをすごく意識的にやるのね。これは例えばみんなにとってちょっと考えてほしいんだけど、幸せなことって何っていう、何が幸せ、何が起こったらみんなは幸せだなって思うっていうところを考えてほしいのね。で、これを例えば昔ね、生徒とかに聞いた時に、じゃあ大金をもらえた時とかね、宝くじが当たった時とかさ、彼女ができた時とかね、わかんないよ、それ言ってた子がいて、まあ、彼女ができた時はまあまあありなのかもしれないけど、その大金がもらえた時とかさ、もう現実的に起こらないっていう、なかなか。そう、そんなんじゃなくて、だから俺普通に、例えば俺空がすごい好きなんですけど、めちゃくちゃ自分好みの青空見つけただけでもすんげえハッピーな気持ちになったりとか、やべえ今日超運がいいみたいなって思っちゃうの。ちょっとこれ呆れてるかもしれない、みんな、人によってはね、かもしれないけど、そういう幸せに思うポイントっていうハードルを絶対下げるようにしてる。そうで、それをやることによって幸せって感じるタイミングが増えていくんだよね。そうだから、さっきで言った、どんだけいいこと起こっちゃうんだろうっていう、もしかしたらこの話を聞くと、やべ、ハイチにね、なんか例えばなんかすごいCM の仕事が舞い込んできますみたいな、まあ、すごいことだから、俺にしてみたらね。だって俺この前 CM の仕事一回来たんだけどさ、落ちたから初めて行ったわ。そうなの、あった、そういう話がね。ちょっとこれはここで終わりにしとくわ。へえ、で済ませておいて、まあまあそれが来るかもしんない。だそれは確かにすげえ幸せなことだけど、そんなことを願ってないというか、そういうことじゃないんだ。もう例えば自分にとって何かちっちゃなこと、幸せなことが起こるみたいな、それがハードルを下げておくことによって幸せって感じるタイミングが増えていくんだよね。おお、やっぱそうじゃんっていうふうに思えるわけ。やっぱり辛かった、しんどかった後にはいいことが起きるじゃんっていう自分の中の仮説がちゃんと成り立つんだよね。やっぱそうじゃん。だから次もそういう思考回路でいけるっていうところになっていくのね。そうで、こうやって俺はいい循環を回していくっていうのを、もうね、死に物狂いでやってたから、言い聞かせてたからなかなかね、今のハイチをさ、まあ、みんな見てくれてるから、まあ、信じがたいかもしれないけど、びっくりするぐらいに卑屈だったし、まあ、今もそういう面はあるけどね。そうネガティブだったし、そうでもそういった人間でも変われるというか、そう大きくね、正反対、180度正反対になることはできないけれど、でもある程度こうやって自分の思考回路とか考え方をコントロールすることによって、
人生は生きやすくなっていくよっていうのはやっぱ思うんだよね。そうだから、まあ、みんなもさ、こうなんかしんどい時とかが起こった時には、まあこれをまるまる真似しろとは思わないんだけども、考え方によってはそう、自分のだから俺はそう考えることによって下にいる時間が非常に短くなる。下には落ちるよ。そう、落ち込むことはたくさんあるから落ちるんだけど、そこに長いはしないから、すぐ上に上がっていくから、そうやって考えて、だって次どんな幸せ起きるんだろうって思わないとさ、そうそうそう、幸せって見つかんないから、絶対に卑屈で下にいたら幸せって見つかんないから、そうそう、できる限り多くの幸せを見つけたいからねって思うようにしておりますという話でございました。はい。あーもういや俺まだ撮ってる時さ、そうそうそう、もうさっきまでもうそういう感じだったから、しかも今俺一個さ動画の投稿をするのね、あのある企業さんの、てかまあ言ってしまうと今日の日曜日の朝8時に今予約したから、そこに投稿した動画があるに、あるキャンペーンのお知らせ、それ30日に投稿しますって言った。もうさ、俺31やと勘違いしてて、もうすっかりやらかしたよね、本当に。あーすいません、本当すいませんでした。まあその分いいこと起きちゃうから、うん、まあいいこと起きたことを別にみんなにいちいちね、これ起きた起きたよとは言わないけれど、そうそうそう、まあ、そうやってウキウキしながらまた撮影頑張ったりとかねしていくんで、みんなも頑張っていきましょうっていう話で終わりたいと思います。はい、ということでね、今週のダラダラジオは以上でございます。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらの方もぜひ聞いてみてください。では今週のダラダラジオは以上でございます。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。